文字の裏からこんにちは。はい、どうもハビネスダークのハビネスです。5プレイ目実況プレイやっていきたいと思います。今回はですね、こちらニュースコンソールにあります今すぐアルティメイトオブシディアンコレクションをゲットっていうことに関して、ちょっとね周知していきたいなと思うんですけれども、実はこのオブシディアンコレクションっていうのは実は PSN 版限定のコンテンツになりますので、PC 版 Xbox そして Switch の方はこの動画に関してちょっとあんまり馴染みがないというかあんま意味がない動画になってしまうかなと思うんですけれども、まあ一応ハピネスのその YouTube のねウォーフレーム動画っていうのは PSN の傾向結構高いと思うので、まああえてちょっとこの動画発信させていただこうと思いました。他のね機種でやってる人は PSN 版ではこんなものが配信されてるんだなっていうのをね、まあ一つ知るきっかけというか、あこんなあるんだ、でも Xbox 版と Switch 版 Steam にはなんかこんな感じの限定あるんだぜみたいなねコメントのやり取りもまあしていただけたら嬉しいかなという理想を持ってね動画をやっていきます。まあ前置きはこんな感じで、ボボ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 ボアルティメイトオブシディアン、アイバラがねめたくたかっこいいで、アルティメイトオブシディアンコレクション、そうオブシディアンっていうのはこういうもう本当に真っ青なやつで、ね、エクスカリバーとかね、このアイバラのボブルヘッドとかもあったり、いろんな武器のオプシディアンスキンが出てたりするんですよ。で、華麗に戦場を駆け抜けよう、ウォーフレーム、ランディングクラフト、アークウィングなどをオプシディアンスキンでカスタマイズし、含まれるアイテムで有利にゲームを進めよう。この内容をね、先に触れちゃいたいと思います。アイバラ、オプシディアンコレクション。あ、コレクションって言っちゃった。スキン。で、ライセットスキン。まあ、要するに、オービターですね。これも後で見ましょう。で、オプシディアン、オドナタ、オプシディアンスキン。オドナタ？あ、そうなんだ。で、デンドラ、オプシディアン、ショルダーガード。まあ、外装品もついてくるというね、いう感じです。なので、これ結構ね、お得だと思います。しかも、シジルとかレッグガードもあって、で、170プラチナもついてくるということで、まあ、なかなかね、太っ腹な内容なんじゃないかなと、ハピネス的には思いますね。で、これですね、エクスカリバーについている、この横にキラキラ光ってるやつですね。ちょっと SF 集、マックスな、電気っぽい感じのやつですね。で、これがライセットのスキンですね。あ、いいですね。ここに写真があるのはね、わかりやすいですね。まあ、シジルはね、こう、お腹につけられる、紋章みたいなやつですね。で、この、コレクションに関しては期間限定で1アカウントにつき1つまでダウンロードできるということで、まあこれまでにもねエフェメラとかいろいろと武器のスキンとか、配信されてきたんですけれども、今回はこの内容だよということで、じゃあこのアイバラスキンからねゆっくり見ていきたいと思います。その前に購入方法を途中でちょっと紹介したいと思いますが、あそうそうそう、ここにあるボブルヘッドとかこれがオプシディアンスキンというやつですね。でその前にはコンジュがいると。でマーケットコンソールにアクセスします。オプシディアンを購入するとき、でこの一番上の段にはないんですけれども、このトピック、あピックアップ商品のこの一番下のリノウンパックみたいな、ここを選択します。でそうするとウォーフレームのね、一覧がバーッと出てきてんで、選択するとウォーフレームアルティメイタムオプシディアンコレクションが並んでいますので、こちらから購入することができます。この詳細画面にも書いてあるんですけれども、商品内容で一番上のところに書いてある通り、プレイステーションプラスに加入している方はディスカウント料金で購入することが可能、 50% オフですね。ちょっと詳しい料金をね動画で言うのはどうかなと思うので、まあちょっとご自身の目で確かめていただいて、で買うかどうかの検討っていうのはね、その値段が人によって安い高いはあると思うので、ぜひね PS プラス加入してなくてもこのゲームはできますけれども、加入しておくとさらにちょっとお得だよみたいな感じですね。 50% はでかいと思います。はい、こちらになりますね。真っ青なんか本当に夜の暗殺者みたいな、そんな感じがしない？アサシェーンそんな感じがしないかっこいいですね。じゃあちょっと他の外装も見てみましょうか。はい、ここにねデンドラっていう通常版も存在するんですけれども、これのオプシディアンバージョンということでね、まあ、ちょっと青に青なんで分かりづらいんですけれども、他のフレームにつけたらより一層分かりやすくなると思いますね。これ左右でねちょっと非対称なんですよね、そのくっつき方が違うというか、そうこっち2つのに対してここね、これねにこっちは1個とかね。はい、これにて全ての、オプシディアンシリーズがつきました。あこれマークがちょっと違うんだ、ちょっとさなんかマークが入ってない？おお、なんかオプシディアンのシジルと同じようなマークになってますね。ちょっと色変えたから分かりやすくなってると思うんだけど、ほら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 、え何がって思う人いると思うんで、こっちね四角なんだよね、わかるかな、これ四角なのよ。まあ正しく四角かどうかは別として、ほらちょっと形が違うなるほど
これはこのオプシディアンシリーズ専用なんだね。あー、なるほどなるほど。まあそりゃそうか、考えてみりゃね。なるほど、面白いです。おー、これもちょっと色変えてみましょうか。まあこんな感じで中心からふわ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 って外に向かってなんかちょっとオーラが出てるような感じのね、アイバラのちゃんとね体の幅というかそれに収まりのいい感じになってますね。でこちらアルテミス棒のスキンもあるということで、これアイバラの4番アビリティで出すアイバラ専用の弓ですね。これのスキンが、おおおお、かっこいい、いいですね、生かす。このスキン他の弓でもちょっと適用したいっていう声ありそう。でさらにアークウィングの大人たのスキンがあるようなので見てみたいと思います。あー、これだ、これ今までになかったんだよね。デフォルトに戻します。あ、かっこよくね。PSN カラーって感じだよね。これウォーフレームカラーをコピーするとこんな感じです。まあより一層オプシディアンな感じがしますね。まあ皆さんご存知じゃない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので一応、手順を説明しておくんですけれども、まあ、ライセットのスキン変えるときはエクストラ、メニュー開いてエクストラの一番下のオービタというところを選択します。でこのランディングクラフトっていうところを選択します。そうするとこんな感じで、スキンとかね、この船から得られる支援とか、まあエリアルサポートチャージみたいなのがあるんだけど、まあここのカスタマイズだったりします。でこれね、ライセット今つけているんですけれども、ライセットのスキンをオプシディアン、なんか所持してませんって出るけど、うん、これはね結構前からあった気がするな。うん、このスキン自体はねまた復刻じゃないけれども、なんつんだろう、実装したよみたいな、そんな感じなのかな。まあライセットもね1個取ると俺もまだまだ全然持ってなかったりするんだけど、うん、お気に入り決めちゃうとその1個今これなんだけどっていう感じだからそんな持ってないんだけど、まあ一応これはね今回同梱されているので購入すれば合わせてついてくるよみたいな、そんな感じになりますね。まあね、内容に関してはまあこちらが今画像参照ね、横に出ているのが入っているということなので、まあいろいろとね、ゲーム内で見た時どういう風に見えるのかなとかっていうね、購入の検討の一つになれば嬉しいかなと思いますので、ぜひね、皆さんもちょっとチェックしてみてください。そんな感じでお送りしたのはハピネスダークのハピネスでした。またこういった情報も発信していきます。バイバイ。ご視聴ありがとうございます。こちら画面にある通り動画まだまだたくさんありますし、これからもどんどん増えていく予定なんでね、ぜひ、チャンネル登録やコメントで応援していただけると嬉しい限りです。またお会いしましょう。さよなら。